ダヌービオフットボールクルブは、ウルグアイの首都モンテビデオを本拠地とするサッカークラブである。2020シーズンはプリメーラディビシオンに所属。クラブ創設は1932年。モンテビデオの強豪クラブの中では、比較的歴史が浅いが、1948年にプリメーラディビシオンに初昇格して、以来、安定した成績を残している。 ペニャロールとナシオナルの2強体制が続く、ウルグアイリーグにおいて、近年は、デフェンソールと並んで3番手のクラブとみなされている。デフェンソールとの対戦は、クラシコでロスメディアーノスと呼ばれている。2019シーズン終了時点で、プリメーラディビシオン優勝回数は4回で、ペニャロール、ナシオナルに次いで3位体である。コパリベルタドーレスには8回出場しており、 最高位は1989年のベスト4である。1部リーグから4部リーグまでの全カテゴリーで優勝経験がある、同国で唯一のクラブである。1932年3月1日、ブルガリア出身のミゲル・ラサロフとフアン・ラサロフ兄弟が中心となり、モンテビデオのニカラグア共和国学校の学生と共にダヌービオ FC を創設した。クラブ名称は、 ヨーロッパ東部を流れるタイガドナウ川に由来する。プリメーラディビシオンには1948シーズンに初参加を果たしたが、この年はストライキにより、シーズン途中で打ち切りになった。翌1949シーズン以降、1960シーズンと1970シーズンを除いて、常に一部リーグに在籍している。コパリベルタドーレスには1978年に、 初出場を果たした。イルド・マネーロ監督に率いられた1988、シーズンは18勝4分2敗で勝ち点40を獲得し、2位のペニャロールに勝ち点9の大差をつけて初優勝を果たした。翌1989年のコパリベルタドーレスでは、ペニャロール、クルブ、ボリバル、ザストロンゲストと同組となり、ペニャロールに次ぐ2位でグループステージを突破した。 決勝トーナメント1回戦では、ナショナル・モンテビデオとの同国対決に勝利し、準々決勝では CD、コブレロアに勝利した。準決勝で、アトレティコ・ナショナルに敗れたが、ベスト4という好成績を残した。1980年代から1990年代前半にかけて安定して、上位でシーズンを終えている。ヘラルド・ペルーソ監督に率いられた2004シーズンは、 ナショナルモンテビデオとのプレーオフに勝利して2回目の優勝を飾った。グスタブ・マトサス監督に率いられた2006から07シーズンはアペルトゥーラ、クラウスーラを共に制して3回目の優勝を飾った。2013から14シーズンはモンテビデオ・アンダラーズとのプレーオフを制して4回目の優勝を遂げている。クラブ最多出場記録保持者はカルロス・ロメーロで、 1947年から1962年にかけて411試合に出場した。クラブ最多得点記録保持者はディエゴ・ペローネで1996年から2003年、2004年、2009年、2010年から2012年の4期間で72ゴールを記録した。ペローネに続くのがルベンダ・シルバで1986年から1989年、 2001年から2004年の2期間で71ゴールを記録した。ラシルバに続くのがイグナシオリッソで1999年から2002年、2004年から2005年の2期間で69ゴールを記録した。ダヌービオの下部組織は優れた選手を多く輩出している。後にウルグアイ代表やヨーロッパ5大リーグで活躍した選手も多い。 アルバロレコバは1994年にトップチームデビューし、ナショナルモンテビデオを経由して1997年にインテルミラノに移籍した。ウルグアイ代表としては69試合に出場。ファビアン・カリーニは1996年にデビューし、2000年にユベントスに移籍。ウルグアイ代表としては74試合に出場。 ディエゴ・ホルランは1991年から1994年までダヌービオの下部組織に在籍。1994年に CA インデペンディエンテの下部組織に移った。2001年にマンチェスター・ユナイテッドに移籍。ビジャレアル・アトレティコ・マドリード在籍時にはラリーガで2度の得点王に輝いた。ウルグアイ代表としては100試合以上に出場し、2010年の ワールドカップ、南アフリカ大会では、ゴールデンボールに輝いた。エディンソンカバーには10代前半からダヌービオの、下部組織に所属。SSC ナポリで、セリエ A 得点王、パリ・サンジェルマンでは、リーグアン &MVP と2度の得点王を獲得した。他にも、ルベン・ソサ、マルセロ・サラジェタ、ルベン・オリベラ、アドリアン・デアン、ルベン・ダ・シルバ、ハビエル・チェバントン、リチャルド・ヌニエス、 ワルテル・ガルガノ、カルロス・グロス・ミラー、イグナシオ・マリア・ゴンサーレス、クリスティアン・ステュアーニ、ネリー・カスティージョ、リカルド・ゲイロ・ロドリゲスなどがダヌービオの株、組織出身である。アマチュアリーグ最後の王者モンテビデオ・ワンダラーズに敬意を表し、1932年のダヌービオ、創設時に、ワンダラーズのユニフォームカラーを導入した。左肩から、 右腰まで斜めに入る一本線のデザインは、アルゼンチンの強豪リーベルプレートのユニフォームにインスパイアされたものであるが、リーベルプレートのように白地に赤線ではなく、白地に黒線を使用している。基本的にパンツは黒色、ソックスは白色である。CS ミラマール・ミシオネスやワンダラーズなどが、同系統の配色を使用していたため、2005から06、 シーズンにはサードユニフォームとして通常とは異なる緑地に白車線のシャツを採用した。しかし緑色のユニフォーム着用時にワンダラーズやミラマールに破れることが多かったため2007から08シーズンを最後に緑色のユニフォームは使われなくなった。現在はサードユニフォームに赤色が使用されている。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。